皆さんこんばんは、ワドツです。2018年3月の4日、20時50分です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ワドツ。ネズミさんこんばんは、ナカチーこんばんは、カナポンタさんワドツ、はい、ケンボーワドツ。さて、今日もやりますか。はい、ガチャピンさんいらっしゃい。おお、トモさんは雑。はい、エミさんはどつ。今日ふわっちの受験簿は SY 氏が、名古屋のキングにリアトしようとした時に通報されて警察に拘束。へえ、なんだろうね。バーベキューはどつ。何それ何それ。なんかもう警察沙汰嫌だよね。くだらなくない？警察沙汰意味あんのかね。はい、コークさんはどつ。なんかオタク文化からオタク文化じゃなくてヤンキー文化に変わってきたよな、配信自体も。なんでなんだろう、なんでこんなにヤンキーが増えたんだろうな。もともとオタクのツールなのに。ねえ、もともとオタクの人たちなのに、なんかリア充とかヤンキーが配信会にこう来たよね。なんだろうね。スマホのせいだよ。スマホのせいだよね。ヤンキー文化苦手だからな。増えたよね。いや、ネット全体で増えたような気がするけど、ふわっちは特に多いね。なんなんだろう。現役のヤクザの人とかもいっぱいいるしね。俺はちょっと理解できないな。スマホの普及からだろうね。もう国民でスマホ持ってない人なんかいないでしょ。ヤンキーっていうね、俺の言うヤンキーっていうのは、その文化っていうか、音楽で言うと、一昔前で言うとエグザイルを聴いてる人。倖田來未とエグザイルと浜崎あゆみを聴いてた人だよね。そして
可愛い女の子にモテてたやつら。ヤンキーの方がモテるよね。ペコ系、そう、ドキュン系というか。俺、ヤンキー文化の人とね、あんまり話が合わないんだよね。文化系の人とは話し合うけど。ドキュンモテるじゃん。ドキュンの方がモテる印象があるけど。でも可愛い女の子とかイケてる女の子ドキュンじゃない？そんなことない。ドキュンが好きなんだろうね。でも女ってドキュン好きなイメージがあるけどね。ドキュンな女が？俺ドキュンな女好きじゃないよ。一般論としてだよ。俺が好きか嫌いかじゃないよ。ドキュン系の女の子嫌いだもん。付き合ったこと一回もない。いや、リーゼントとかアイパーっていう話じゃないんだよ。伝わってねえなっていう話じゃないの。そういうこと。違う。推しを学ぶもだからヤンキー系だよ。そのね、なんて言うんだろう、もっと本来の意味の定義の、そのヤンキーっていうか、伝わってねえわ。違う違う違う、本当にカーボー、いや、ビーバップハイスクールみたいなのじゃなくて、その、なんて言えばいいんだろう、だバーベキューをやるようなやつらでしょ、日曜日に。それが苦手なの。俺そっち系だと思われるんだけどね。全然違うよ。だリスナーさんのサムネとか見て、あ、この人勘違いしてるなって、俺ヤンキー系だと思ってる人いるって思うもん。俺が主人公っていうか、人生はみんな主人公じゃないの。みんながみんな。俺はそう思ってるけど。モテる人でモテたことないから、モテる人の気持ちわかんねえよな。モテたこと一回もないもん。モテる人モテるよね。でもなんか可愛い女の子とか美人に生まれてくる女の子とかも結構大変なんだと思うよ。いつも男からナンパされたり声かけられたりするんでしょう。大変だよな。いや、バーベキューとかは別にやりたくないな。家で肉焼けばいいじゃん。おしゃれで、いや、タトゥーは俺入れたいなって思ったことあるよ。タトゥーは入れたいなって思ったことある、ある、ある。全然ある。全然あるよ。タトゥー良くない？もう今更入れないけど。なんか、でも絵柄が失敗したらアウトだからね。バガありがとう。ホリリュウさんいらっしゃい。
お前昔いじめられっ子だったよね、覚えてる。俺の過去を何を知ってるの、堀流さんは。なんで決めつけで物を話すの。覚えてるっていうか、なんであなたは俺のことを知ってる前提なの。リムロでいらっしゃい。ミスケはどつ、反社会な人は表に出るべきじゃない、出さない方がいい。っていうか、もともとそのなんつうんだろう、アウトローの人たちって肩身に手出したりしなかったのにね。なんかギャング化してきてるような気がする。だってタトゥーってそもそも人に見せないものだったしね。タトゥーっていうかその入れ墨とかって人前で絶対見せびらかしたりしないっていうか。ヘナタトゥーは別にいいや、同級生だった俺とあなたが。いや俺は知らない、堀流さんって書いてあってもわかんないよあなたが同級生かどうかわかんないんだけどどうやって確かめればいいの。本名も知らないもん。俺は顔出してるけどあなたの顔見えないから、あなたが同級生だったかどうか知らないよ俺は。どこ、中学校の同級生、高校の同級生、それとも小学校の同級生。俺はね、クモの巣、ここにクモの巣とか、あのパンク系の入れ墨だね。太陽とかへそとかトライバルとか、パンク系の指にハートスペードダイヤクローバーとか、パンクの定番の入れたいね。でももうない、もう入れないよもう入れることはないよ。いや俺の同級生普通にあのコメント欄いつもいるけど、いじめ太郎か、相変わらずカスヤの話じゃなくて、日本語わかります？あなた僕の同級生名乗ってんだから名前名乗りゃいいじゃん。いじめ太郎かとか相変わらずカスとかじゃなくて、あなたが言い始めたんだから僕はあなたのこと知らないっつってんの。誰だかわかんないし、名前もさ、あの名前もどこに住んでんのか知んなくてさ、俺とお前同級生だったろっていきなり言われたってわかんねえよ。姉ちゃんいらっしゃい。クラブのホステスにでっかい抱き枕をもらってニヤニヤしてるような男が亭主の姉ちゃんです。あーどうも、残念な亭主をお持ちの姉ちゃんいらっしゃい どうなの、一緒に住んでないんだっけ、なんか別居なんだよね確か。姉ちゃんも姉ちゃんで面白い人生だからな。いや俺はホステスとかにハマる心理が分かんないんだよな。アイドルも分かんないし、なんか女の人をこう追っかけるっていう心理がわからないんだよね。いるじゃん、なんつうのクラブのお姉ちゃんとかキャバ嬢とかアイドル追っかけるのとかって、あれ何なんだろう、あの心理が全くもってわからない。だってさ、相手はさ、ぶっちゃけた話金づるとしか思ってないわけじゃん、ぶっちゃけた話。
なんでさ、そんな女に貢ぐの？無駄じゃない？絶対に振り向かないじゃん。前提条件として。で、仮に、その、なんつうの、その、それを武器にしてる女の人を付き合ったとしても萎えない。女性を物だと思ってるんだろうね。たまにいるよね、そういう人。女の人を物扱いしてる人いるいる。俺、あれが全く理解できないんだよな。いるいるいる。お互い遊びっていうか、いや違う違う、お互い遊びだったらまだいいんだけど、向こうはビジネスじゃん。いや、俺ね、お年寄りだったらわかるの。あの、60とか50とかのおっさんとかだったら、若い女の子と話したいとかは、まだわかるの。まだ。金づるから特別みたいなのを期待しちゃってる。ないじゃん。金づる、いい金づると悪い金づるしかいないじゃん。バカなの？絶対そうに決まってるんだよ。自分に都合のいい金づるか、自分に都合の悪い金づるかしかいなくない？キャバ嬢とかにとっては。だってそんな特別な恋愛なんてないじゃん。うん。なんなんだろうね。もう俺は、そう、人との出会いって俺、出会い方だと思ってるの。出会い方で全てが決まると思ってるから、もう完全に下から入ってくるわけじゃん。何なんだろうね。ワンチャン一発？だったら風俗行きゃいいじゃん。すごい合理的だろ？いや、風俗行きゃいいじゃん。ワンチャンも何もないよ。100% 一発だから。じゃないの。そう。あったとして少し、少しいい金づるぐらいなんだよ。少し、いやいやいや、そうでしょ？少しいい金づるでしょ？何そこまでの過程って。だから俺はわかんない、やっぱり。っていうかね、多分なんだけど、俺がキャバ嬢気質なんだと思うのよ。自分自身がキャバ嬢と同じタイプの人間だから、同族嫌悪があるんじゃないかっていうのが、俺の考え。そう。俺は金貢いでもらってなんぼだと思ってるから。そういうとこあんのよ。どっかに。おねだり上手なところあるから。わかんねえなぁ。全然わかんねえ。でもさ、それさ、お金払ってる関係でもう恋愛関係ではないじゃん。恋愛の過程を楽しむっていうのはわかるんだけど、金払ってる以上で客だからね。うん、でもね、俺はね、お酒が嫌いだから、キャバ嬢はできないね。お酒が嫌い。貢ぐことに快感を覚える。あ、それはあるだろうね。貢ぐ快感はわかる。貢ぐ快感はわかる。わかるけれども、なんつうんだろう。俺はあんまり、自分自身それはない。そこはまだわかるかな。だから若い女がいいっていう風潮が嫌だよ、もう。ロリコン野郎ども。はい、ワード2。バカありがとう。言葉に重みがあるっていうか、重みなんかないでしょ。本音で言ってるだけだよ。旦那の場合は面倒を見たい願望がすごいからそうなっちゃう。いや、俺の面倒見てよ。すげえ金かかるよ。俺の面倒見ればいいじゃん。いや、今日は今配信始まったばっかりだから、唐揚げの歌のコーナーないよ。まだない。まだオープニングトークだよ。オープニングトーク。うん。クララさんいらっしゃい。っていうかね、俺ね、キャバクラで働く
別にキャバクラで働いてる人を悪く言ってるわけじゃないんだけど、キャバクラで働いてる人ってすごくそのなんつうんだろう、恋愛に関心があんまりない人なんじゃないかっていう、そのなんて言うんだろう、それを武器に変えてる人たちでしょ、要は自分の美貌とかを。だからさ、そんな人って落とせるわけなくない？それを商売の武器に変えてるわけじゃん。無理だと思うんだよね。あと俺がね、多分ね、最も嫌なのがね、キャバ嬢とかじゃなくてキャバクラのシステムが苦手なんだと思う。あ、どうも、はじめまして、いくつなんですか、お仕事何されてるんですか、血液型は何型ですか、あ、そうなんだ、あ、呼ばれちゃった、またあ、どうも、はじめまして、おいくつですか、お仕事何されてるんですか、血液型は何型です、すごーい、あ、ごめんなさい、呼ばれちゃった、何これいやいや、これ俺何回も言ってるけどね、若い頃、何これなの、本当にこれで1時間5000円取られるんだよ、何これでしょ。俺ね、もう本当にね、あの、あそこで生きてる男とか、なんかもう意味がわからないの、何これなんだよ。いや、違う、俺が言ってるのはだから別に人の否定じゃないから、違う、システムがわからなくない？これエンターテインメントでもなんでもなくて、俺5000円稼ぐのにさ、花火10発必要なんだよ。俺がどんだけ喋る？俺がどんだけトーク磨い、俺そんなのやりたいもん。あ、初見さんいらっしゃい、おいくつなんですか、お仕事何されてるんですかって、それだけで5000円もらえんだろ、売り上げ。ふざけんじゃねえよ。だいたいだから1時間で3回転するの。だから20分、初めましてから20分間話すんだよ。これ何でしょ、これ。だから指名なんてしないよね。だってさ、そのさ、あ、どうも、はじめまして、いくつなんですかって言って、20分の女とこいつと喋りたいって思うこいつ話わかるわってならないでしょ。いや、俺はだから全然面白くないのよ、本当に。そう、俺本当に黙ってるの、こうやって。うんうん、 B 型、いや、32、無職いや、どうやって楽しむんだろう、あれ。はい、皆さんこんばんは。おー、姉ちゃんと会って話す、これが好きなんじゃないの、言ってるタイプ。いや、あー、どう、わかんない。だからわかんないの、わかんないの。ワンタイ50分ぐらいの、いや、わかんない、1時間ぐらいじゃないの、わかんないけど、1時間未満でしょ。まあ、45分とか50分とかあるのかもしれないけど。おっす、おっす、どうもーってならないでしょ。え、ちょっとさ、のんちゃん絶対怒らない、絶対怒らない、絶対怒らないって約束してくれる？ちょっと今ちょっと話したいことがあるんだけど、絶対怒らないでくれる？絶対怒らないでほしいことが一個あるんだけど、あの、俺絶対怒んないでよ、のんちゃん。いや、怒んないでほしいの、これすごく楽しい話だから、すごく面白い話で、すごく今からいい話するけど、のんちゃんが怒らない前提のトークなの、これ。ちょっと怒らないでほしい、のんちゃん。ダメ、ダメ、じゃあこの話やめようこの話でダメだ、のんちゃん怒る話だから。そうなってくると見た目がものすごくタイプいやだろうね、うん、はい、こんばんは。いや、ありがとう、グレート花火ありがとう。じゃあいいや、怒られる前提で話しますよ。これは、俺はもうこれ付き合いだから、ぶっちゃけた話、郡山に行って光くんの家に泊まってた時に一回俺キャバクラに行ってるんだよ、実は。っていうのが怒らないって話なの。
じゃあ、その先のトークをしたんね、のんちゃん。怒らない？俺、この空気感で面白い話しないといけないの？のんちゃん、怒ってるのかい？ じゃあ、これはね、ヒカルくんがどうしても行きたいって言うし、俺は本当にキャバクラ嫌いだから、のんちゃん。男には付き合いってものがあるの。のんちゃん？うん。大丈夫？ちょっとこの話はやっぱやめよう。うん。さあ、隠し事じゃなくて、隠し事じゃなくて、これはエンターテインメントなのよ。ネタ作りなのね。ああ、もう、あれ？怒ってるの？行ってどうしたの？言って何もないよ。言って何もなかったけど、その話が面白かったの。別の話しましょう。うん。別の話します。いや、もうそんな空気で面白くならないでしょ、のんちゃん。のんちゃん。何が面白かったの？いや、だから面白い話かやって、ヒカルくんが行きたいって、まあやめよう、もうやめよう、やめよう、いいや。いや、この空気で面白くならないでしょ。いや、言えないのじゃなくて、この空気では、このトークは面白くならないから、のんちゃん？持ち帰ったの？先生、持ち帰ってないから、持ち帰ってないよ。ああ。いや、違う、これすげえ面白い話なんだけどな。言って、いや、違う、この空気では無理でしょ。この空気では。トークっていうのは空気があるのよ。空気が。流れがあるから。だから、そんなことしてないって。だから、じゃあ、いや、怒るなって思ったのはキャバクラに行ったってことなのよ。それ以上は別に何もないよ。だから、話せるけれども、この流れで話しても、もう笑いは取れないんだって。だから、いいの。これは今度話すよ。今度話すよ。ああ、とっておきだったのにな。うん。風船ありがとう。いや、もう無理無理。トークの流れが崩れちゃったから。トークってそういうのあるのよ。あるの。いや、すげえ面白かったんだよな。だから話せるけど、せっかくのネタが腐っちゃうのは嫌なのよ。俺の中では。いや、じゃあもう趣旨が変わっちゃってるから、持ち越さないとこれはダメなの。流れがあるから、流れがあるから、趣旨が変わってるから、趣旨が。先にちょ、風船ありがとう。うん、また話すよ。そうそう、ウミガメと一緒よ。そう、ウミガメと一緒。ウミガメのスープの時もあるんだよ。話ってす、あのね、話が下手な人って答えから言ったりっていうよりも、話が上手い人って何なのかっていうと、オチに向かって話を組み立てられるかな。で、芸人さんと一般人って話芸が何が違うかっていうと、一個の物語をどの順番で言うのかな。で、芸人さんが上手いのは、この面白い話をどの順番で話して組み替えて、どの視点で話したら面白いのかっていうのってあるのよ。これをうまくやらないといけないのね。パフェココありがとう、初友さん。いや、もう本当に。いや、もうこれはもうダメよ。これはダメ。もう何言っても面白くない空気になってしまったから。ダメダメダメ。そう。一回腐ったネタは、一回、取っておかないと。腐らせたくない。まあでも俺はキャバクラ嫌いですよ。キャバクラ嫌い。じゃあ俺だって行きたくて行ってるわけじゃないからね。キャバクラ積極的に行かないもん。あんまり好きじゃないのよ、キャバクラは。
いや、ざわざわしないでください。ざわざわしないで。キャバクラのドリンクシステムは別に問題ないんじゃないの。ただ俺がキャバ嬢に言いたいのは、ドリンク一杯いいですかって言ってくるけど、それってまあ1000円ぐらいするわけじゃん。俺花火一発分なんだよ。で、アルバイターたちからしたら時給1000円だとしたら、それ1時間分の労働なわけじゃん。で、女の子がそのドリンク一杯を当たり前にもらえるっていう風潮は嫌じゃない？嫌じゃない？なんか面白いことやれよとかっていうよりも、まず客が飲んでいいかっていうかって問題だと思わない？なんか客が飲みなよって言うんだったらわかるけど、お前は、俺は5000円でこの場を支配してるわけだから、その5000円分に対するトークなり、なんなりで、その、埋めてからの話だよ。それが嫌だよね、なんか。なんでお前に俺がおごらないといけないんだっていう。いや、出さないとダメでしょ。いや、だから嫌なのよ。要は、なんて言うの？意味がわからないんだよ、一般常識的に考えると。でもキャバクラってなんで衰退しないんだろうな。母船長いらっしゃい。なんで あのシステムが成り立つのかよくわかんないんだよな。いや別にいいんだよ、別に飲んでもいいよ。ただ飲ませたところで何もないよでしょ。飲んでもいいよ、飲まなくてもいいよ。ただ飲ませて君は一体何をどうなるんだいっていうのは聞きたいよね。技術がないっつうか、だからね、プロの飲みのお姉ちゃんだから、スナックとかの方が面白いよ。田舎のスナックとかの方が全然、そのエンターテインメントとして、やつらババアだから色気がないのよ。もう色気を売ってないから、トークとか話術とかで行くから、そっちの方が俺は好き。そう、客の方がなんでカッコつけないといけないのかよくわかんないよね。俺はまあキャバクラ行くことないだろうな。キャバクラ、初コメありがとう。成田のスナック、成田ではスナック行ったことないかな。もっと外れ町のスナックとか行ってたね。ていうか働いてたんだけど面白かったよ。どうもーって言って女の子が座って、いくつなのって、27っつって、全然27じゃなくて34の子持ちなの。面白いだろ、面白いだろ。27ですって言って女座るんだけど、34の小ぶつきなの。もう最高なのよ。なんなら最高年齢42とかなの。で、すっごい流行ってるのよ。そこでボーイやってたんだけど、すごい流行ってるんだけど、とにかく面白いのよ。そこのスナックっていうか。スナックなんだけど、女の子常に10人ぐらいいるお店で、だからモンスターハウスって呼ばれてたんだけど、そうお客さんにはモンスターハウスって言われてんだけど、働いてる女は騙してると思ってるの。そのギャップが最高に面白くて、スナックのババアたちは楽しいんだよ。そう、あ、フィリピンパブはあんまり、フィリピンパブ面白いって言うよね。スナックとかの方が面白いよね。スナックはわかる。なんだろうね、5歳とか5年なんでサバ読むんだろうね。よくわかんないよね。だからその水商売を、もう水商売から抜けなくなった、まあ30過ぎの女たちが働くようなお店なんだけど、スナック面白いよね。スナックはわかる、人生経験豊富だし、すごく面白いの。キャバクラはわかんないわ。面白いよね、スナックはいいよ。そう、だからスナックやりたいかなスナックやりたい。スナック、女の子飾らないっつうか、もう女の子じゃないのがいいババアババアがいるっていうババアがいる。スナックで働いてたの、ババアいらっしゃい、のんちゃんは、まあまあ、のんちゃん無理だね。のんちゃんは水商売無理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 。
銀座のキャバ、銀座で飲んだことがない。銀座で飲んだことがない。銀座高いんでしょ、銀座のクラブとか。てか銀座ってキャバクラないんじゃなかったっけ。カウンセラーでもないよ。でもスナックは楽しいよ。スナックは楽しい。なんでなんだろうね。クラブだよね、銀座はね。スナックは客同士も仲良くなるよね。だからその俺の女を取り合うみたいなことがないから面白いんだと思う。あ、そうなんだ。面白い方にお金払うのは俺はどんだけ金払ってもいいと思ってんの。楽しいものとか笑えるところとかにどんだけお金かけてもかっこいいと思うのね。かければかけるほど。ただその下半身にお金かけるのってすっごいダサくない俺はそういう風に見えんの。もう卑猥じゃん。ただただ要は一発やりたいってことでしょ。ただただ卑猥じゃん。だからすごくね、なんか動物っぽくって嫌なんだよね。姉ちゃんありがとう。バーガー200個ありがとう。オカマバーとかはほら、あの人たちはマイノリティだから、その和芸で食っていくしかないっていうかさ、その働ける場所が限られてるじゃん、オカマの人って。だから異常になんかそのコミュニケーション能力とか高くなるんだと思うの。だからオカマの人がバーを開くしかないっていうのは俺はよくわかるんだよね。俺結構そういうタイプかも。ハートありがとう、ゆうあちゃん。みさきさんいらっしゃい。理性的っていうかなんだろうね、いやー面白いんだよね。一回ね、そのスナックで働いてる時に面白い事件が起きて、60代の一人で来る、もう飲み慣れてない人がいるのよ、おじいちゃんが。そのおじいちゃんは飲み慣れてないの、もう本当に飲み慣れてないの。だけどそこは居心、その店は居心地よくて、カウンターにいつもいたのね。カウンターにで、お金もそんなに落とさないんだけど、毎日来るような人なので、ある日ママからその人はまあカウンターは基本的に女の子つけないで席側にはつけるって、で料金安い、カウンターは料金安いっていうところだったんだけど、ある日そのお客さん A さん、おじいちゃんのお客さん A さんが切れてると切れてるとママから。でなんで俺には女の子がつかないんだって切れ始めたと。でママが話聞いてたんだと。俺も若い子と飲みたいと、もう通って3ヶ月ぐらいで管を巻き始めたのね。でもほらカウンターはそういうところじゃなくて、そのカウンターはそうじゃないのよって説明したんだけど、よくよく計算してみると、そのおじいちゃんそのカウンターで2時間ぐらい飲んで、もう常連なの、毎日いるんだけど、まあ積もり積もって月40万ぐらい落としてるっていうことを伝票を整理してみると、月40万ぐらい落としてると。で俺は結構この店に落としてるんじゃないかっていうことに、おじいさんは管を巻き始めて、なんで向こうの客はあんなに楽しそうに若い子と飲んでるのに俺にはつかないんだっていう、ちょっとおこだったらしくて、その日からちょっ
とそのおじいさんがカウンターに座ったら女の子をつけようっていうミーティングになって、俺つけてみたんだけど、まあ会話がグダグダなの。おじいちゃんとその34のまあうちのトップクラスの上をつけたんだけど、トップクラスのコブ2つついてる34歳のトップ上をつけたんだけど、まあぎこちなくてちょっと可愛かったんだ、うん、ちょっと可愛かった。そういうドラマがあるんだよ、スナックには。スナックにはドラマがある。俺も話してみた、飲み屋はワンチャンあるかもしれないって思わせる姉ちゃんが少なくなった。いやっていうよりも飲み屋でワンチャン狙ってる男がダサいっていう話ですね今。うん、可愛らしかったね。いやミーティングあるよ、ミーティングあるし、そのまあその俺がねキャバ嬢とか苦手なのが、要は若い頃から働いてたから、その女が楽屋でどんだけ悪口言ってるかを全部見てきてるから、あの客キモいとか、ほんと金使わねえなとか楽屋でバンバン言ってるよあいつら。何あの客とか、あそこつけないでとか、もうバンバン言うのボーイに。だからもうなんつうの、地獄絵図なのよ裏側は。本当に地獄絵図だから、何とか、女酔っ払ってゲロ吐いてる女とかもいるし、そう、それでね多分ね、もうその若い頃から働いてたから多分無理なんだと思う。うん、来たら来たで緊張しちゃったんだろうね多分。そう、それでね幻滅をしたし、なんかもうなんつうの、もうなんか地獄絵図だっていう。悪口やばいし、女の派閥があるのよ、すごいよ。女の派閥、客の取り合い、客の悪口、すごい。うん、なんじゃ、あ、俺の柿ピー食ってるな。おい、のりこ。俺の柿ピーを食ってんのか。そうだ。そうだ。やけ食いしてる、うん。俺の寝床にある柿ピーを、うん。ドロドロだよ。ドロドロ。うん、だからなんか、最近の配信者で、その、ホスト系とかキャバ嬢系を見てて、花火師の取り合いとか見てると、なんかキャバクラのバックヤード見てるみたいで、だから嫌なの。芸を磨けよっていう。いつからふわっちはキャバクラになったんだっていう。ボーイとできたりはよくある話だよ。よくあるっていうか、もう定番。定番。ボーイとできるのは定番。っていうよりも多分ね、その水商売の裏側をみんな知らないんだと思うけど、あのね、というよりもスカウトとできてるの。うん。スカウトとできてるの。っていう裏側が分かんないかもしんないよね。スカウトはセフレなのよ。うん。だからスカウトマンって大変なんだよ、本当に。だからまあ、裏側は知らない方がいいよね。何でも知ってる、いや何でも知ってるっていうよりも体験談を話してるだけだから、話すのがうまいだけだと思うよ、ただ単に。なんかね、別に32年間しか生きてないわけだから、その人生の情報量で言ったらみんなよりも低いわけよ。ただ俺らがなんでこう喋りうまく聞こえるのかっていうと、まあ俺に限って言ったら、なんか濃い世界に飛び込む癖があるの。深く深くディープに入ろうとするから、だからまあ人生経験深そうに見えるんじゃない？見えるだけだよ。俺は店のことかとなかったね。ない、もう買ったるいもん。俺はね、一番最高におすすめするバイトが漫画喫茶だね。漫画喫茶は何がいいかっていうと、楽、客層が悪くない、楽しいのと、あとね、女の子の質がいいの、なぜか漫画喫茶って。要はすれてなくてちゃんと働こうとしてるけど、なぜか美形の子が多いの、漫画喫茶で働く女の子って。だから漫画喫茶はすごく楽で楽しかったね。
一番嫌だったのはドカタとかそっち系はもう二度とやらないと思ったね。男の職場はダメ、もうマウンティングがずっとすんのよ。ずっとマウンティングの試合なの。だ筋肉使う筋肉労働系はもう無理、俺は合わない。もうレベルが低いのよ。女の風俗の話、パチスロの話、競馬の話とか、それがダメだったね。そんな話ばっかりだよ。もう昼休みダメだと思って、ここにいたらこいつらと一緒になると思って、もう俺は早く環境変えないとと思って、その日に辞めたね。その日に辞めた。環境が人を作ると思って、要はね1ヶ月もしたら居心地が良くなるんだよ。でパチンコ屋で働いたことある人分かると思うけど、ずっとバックヤードでパチンコの話してんの、店員が。だからねダメだと思った。女の仕事もマウンティングすごいんだ。でね、面白いんだけど、年収が高ければ高いほどね、やっぱりね、仕事優雅にやるよね。スマートにやるよね。あれ何なんだろうな。俺ね、みんなはさ、お金持ちだから余裕があるからそういう行動を取るって思ってるが、俺ね、違うと思うの。要は、優雅に働いたり、心にある人を採用していったりするから、企業の体質がいいから売り上げが上がるっていう方が正しいと思う。両方ともあると思うよ。ただウサギが先か卵が先かっていう話だけどね、結局ね人なんだよ。そう、優秀な人間とかってね、心にゆとりがあるから怒ったりわめいたりとか、要は IQ の低い行動を取らないんだよね。リラックスしてやるよ仕事を。ウサギ？ミノムシさんいらっしゃい。ウサギ？何の話？もうちょっと俺のんちゃん？俺のカキピーが止まらなくなってるけど大丈夫？大丈夫だ。グレた。ノリコがグレた。大丈夫だよっつって。焼けかきピー。のんちゃん痩せんじゃないの？大丈夫？のんちゃん今怒ってっから。俺さ、便所太郎さんのツイッター見てこれ大爆笑したんだけど、これ知ってる？みんな、これ便所さんのさツイッターね、これもう最高に俺本当に腹抱えて笑ったんだけど、ゆいがさんね、ゆいがさんのツイッターで、普通の人はよな、好きな人をツイッターのプロフィールに書くんだよな、頭のおかしいやつっていうのはよな、嫌いな人をツイッターのプロフィールに書いてんだよな、頭おかしいやつって嫌いな、お前ツイッターのプロフィール欄にお前綺麗な人書かねえだろ普通な、ってこうツイートしてるわけじゃん。普通の人間は好きな人、こういう人大好きですってプロフィールに書くと、頭おかしい人は嫌いな人をツイッターのプロフィールに書く。在日差別意識はありませんが、便所太郎という存在、朝鮮人は大嫌いです。すごくない？このブーメラン。俺これ腹抱えて笑ったんだけど、お前だろっていうさ。
自らこの壮大な頭おかしい人っていうさ、この振り半端じゃなくない？便所太郎大嫌いですって。だよね。もうゆいがさんのこういうところ俺大好きなんだよね。自分で振って自分で落とすっていうね、すごいよね本当に。すごいマジで。なかなかやるっていうか、まあブーメランの天才だよね。いやさすがだよね。ここまで行くと、ここまで天然がね冴えてるとかっこいいよね。天才だよ天才この人は。なんでこんなことできるんだろう。うん、狙ってないからね。残念な月、ほんとイケメンだよな。なんかさ、こういうのさすげえ憧れるんだけど、わかる？みんな、なんかさあるじゃん、忍者みたいなやつ、バククールって言うんだっけ、こういうの知ってる？あの街中でもう忍者みたいに駆けずり回るやつがあるんだけど、これがすごいんだよね。これすごくない？これどこでやってんだろう。ニューヨークかな、新宿かな。これすごいよね。一歩間違えたら死ぬわけじゃん。だここに穴あるんだぜ。なんでこんなことできんの。バッククールだ、バッククールか。これすごいよね。現代の忍者だよね。すげえよな。ここまで運動神経いいと楽しいだ。バカ何やってんの。うわぁ、ちょアホでしょこいつら。すごいよな。何これ、頭おかしい今の。バカ何これ。うお、すげえなこいつら。これ一歩間違えたらマジで死ぬでしょ。うわー、すげえ。これ新宿じゃん。今、国運タワー見えた。国運タワーじゃねえか、あれ。新宿じゃねえか。バカ。鉄骨渡り。アホだ、こいつら。アホでしょ。降りた。え？室内でもやんの、アホだろ。アホだこいつら。アホだな。すげえなマジで。いやアホでしょこいつら。
いや、すげえな。よくやるわ。アクション映画、命知らずだよな。すごいよな。世の中にはアホがいるんだな。最後のエスカレーターはギリギリ普通の人でもできそうだけど、最後ぶつかるよね、看板に多分。鬼の身体能力なんだろうね、鬼の。暇なんだろうね、多分ね。暇でしょ。なんかさ、パククールのさ、ゲームとかできたらやってみたいよね。お、富雄いらっしゃい、久しぶり。ゾワゾワするよね。いやー、どうなんだろう。スタントマンがやってんのかな。でも、スタントマンってプロでやるから、俺ちゃんとやると思うんだよ。仕事持ってるってことはさ、ああいう、なんつうの、ことやると仕事が来なくなるんじゃねえかな。どうなんだろう。仕事じゃないと思うんだよな。ストリートで、暇だからちょっとビルから飛ぼうぜみたいなノリだと思うんだよな。暇じゃねえみたいな。人間ってすごいよな、アホがいるよな。頭のネジ外れてんだろうね。どうなんだろうね。まあまあ、じゃないと命取りだよな。まあ、じゃないと死ぬよな、単純に。単純に死ぬよな。ずっとロムってたんだ。最近コメント書かなかったよね。
ツネ枠、なんかキツネ枠も最近盛り上がんなくなってきたっつうか飽きられてきたかなとか思ってて、キツネ枠はいいかな。最近ふわっち面白くないとか、いや最近っつうかもうだいぶ面白くないよ、ずっと面白くないよ。昔面白かったけどね。キツネ枠ね、なんか1ヶ月もやったら飽きられちゃったのかなっていうか、なんかそんなに手応えないんだよな、3月に入ってから。この前 YouTube の動画の解放の一人でネットカフェが怖いの見て、あ、解放のあれ初登場だよ。面白かったでしょ。解放初登場で、あ、この人いけると思ったんだけど、あ、最強のポケモンだわと思ったんだけど、そう、たまにの方が良かったのかな、どうなんだろう。いや、あのね、全部流れなんだよな本当に。昨日なんかもう最悪だったよな、放送全然手応えなかった。あ、そうなんだ、うなちゃんマンオワコンなんだ。もうダメになってんのかね。いや、っていうよりも俺昔から別に配信ってオワコンっていうかね、たまーに面白いことがあって、そのたまーにの面白いをずーっと記憶に残るから勝手に脳内で面白くなっていくだけだと思ってんの。普段ダラ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 やってないと思うよ。あの、普段ダラダラやってる配信ばっかりだと思うよ。毎回神回は無理よ。そのまま店閉めちゃったみたいだよね。あ、っていうかさ、俺シルバーのことに関してちょっとね、俺すげえ考えたんだけど、俺やっぱりね、シルバーね、あのやっぱね、普通の人に売らないことにする、リスナーさんに売るのやめるわ。俺すっげえ考えたんだよ。俺ね、シルバーね、超ハイラインナップで、やっぱりね、最低20万で売るわ。最低20万。久しぶり。最低20万から100万のラインナップで売ることにした。もうね、ちま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 ね、5000円とか3万円とかのシルバー売ってても人生変わんねえわと思って、でも人生変えたいから、シルバーマジでいいの作って、最低20万、最低で本当に100万、20万から100万がもう要は一番下のラインナップ。いや、マジでマジでこれ本当によく考えたんだよ。要はね、クロムハーツって別に1000円で売ってもよかったと思うの。でもクロムハーツの頭いいところ、それを20万で売ったからだと思ってんの。俺もそうすることにした。俺やっと謎が解けたんだよね、クロムハーツを。要はセレブしか買えないようにすれば逆にいいみたいな、これマジで考えてんだよ。いいやと思って、高いから買うっていう人だけに売ろうと思って、もう安いの嫌だ、めんどくさい作んの。要は1個作ったらもう1ヶ月生活できるぐらいさ、1個売れたら1ヶ月生活できるぐらいにしないとダメだと思ってさ、それくらいがちょうどいいや。だって嫌じゃない、ちま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 さ、1個3万円とかさ以下で売ってさ、わざわざ頭下げたりクレームか進化化させるっつうかダリーじゃん。なんでさ、その3万円とかでグダ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 言われないと意味がわかんないじゃん。だったらもううち20万だよ、100万だよっつってさ、でそういう人たちってクレーム入れないから、要はもう庶民に売らない方がいいやと思って、俺そうする、シルバーに関しては。いや、欲しかったら20万からですよっつって、でもだいたい100万のラインナップで売る、うち社会ですよって。要はカルティエとかを超えないといけないわけでしょ。ってことはもう値段を変えないと、やっぱり安売りすんのやめる。ねえ、世界で1個を作るのになんでさ、その中途半端な値段で売らねえといけねえんだよな。ブランド化とかじゃなくて、別になんつうの、買いたい人が買えばいいと思ってるから、いい、別に1個100万で売ってもいいわけじゃん、何にも悪いことないじゃん。
だって絵とかも数億円とか数十億で売ってるわけでしょ。俺がやったって別にいいじゃん。そう思わない？要は買い手がいればいいんだろう。はい、こんばんは。願ってないようなもんだよ。世の中のものなんか全部そうだよ、うん、シルバー何作ってんの？ペンダントトップとかネックレスとか、まあ、何を作ってるっていうわけじゃないけど、うん、俺が作りたいもん作ってる感じかな。たかだか銀なわけじゃん。たかだか銀、されど銀だけど、逆にさ、1万円のものを20個売っても利益なんかどんどん減っていくわけですよ。だったら1個たった1人の人に20万で一発買ってもらった方がみんなが幸せになると思うんだよね。だって和道すげえなって言われるし、20万で売れたのかよって。で1個20個の原価がかかるものをさ、20万で売ってもさ、利益少ないじゃん。だったら1個100万で売った方がいいよな。100万で売れたのすごいってなるじゃん。連絡取り合ってるよ、 X さんと。でも X さんは俺のやり方に一切口出ししない。むしろやりたいことやれって。俺は和道くんがどんなものをやるのか見たいっていう。大ファンなのよ、 X さんは。X さんは俺に一回も配信のこととかシルバーのことでこうやるべきとか言ったことない。むしろ和道がどんなものを作るのか、和道にしかできないものを早くやれって、もうどんどんやれっていう、そういう人。すごいフィーリングが合うの。そう、和道がシルバー作ったらどうなるのかっていうのを言ってくれって。俺ね、でシルバーの作り方も勉強してるんだけど、実は芸術も勉強してて今ね、だんだん気づいてきたんだけど、あのね、結局ね、作りたいもん作るっていうか、技術とかを超えてるんだよ、あの人たちって。技術ももちろんあるの。それドレさんとも話したのよ。要はのんちゃん美大に通ってて、のんちゃんの絵のこととかも話したの。要は巷にある絵うまい人とかって、要はポップカルチャーっていうか、なんつうの、要はイラストなんかじゃん。でものりこっていうのは技術体系をちゃんと収めてるから、デッサン、多分これドレさんの勝手な予想だけど、今までデッサンの数ってとんでもない量やり込んでるはずなの。だからそこで勝負したら負けるよねっていう。そうで、要は技術を持ってる人には勝てないんだよ。でも結局売れる人って何なのかって、やりたいことやってる人じゃん。ひたすらただ単に やりまくってる人っていうか、そうやりたいことやるのが一番いいなっていう。その逃げてる意味じゃなくて、すごく深いんだよ、このやりたいことやるって。結局ね、そのやりたいことやってるのが人生一番いい、うまくいくんだ。やりやすいっていうか、フィーリングが合うね。ロックンローラーっていうか、普通にそう思わない？普通にやりたくないことやってたら続かないよ、人間。鬱になるよ。でも好きでやってるってさ、もう金とか糸目使わずにやるわけじゃん。だからもう、でそれが好きだって言ってくれてる人が買うだけじゃん。誰も無理しないっつうかさ。上塾さんいらっしゃい。やりたいことやってる人のうちどれだけの人が売れてると思ってるの？だって俺配信やりたいからやってて売れてるじゃん、現実。だから結局やりたいことやっても売れないじゃんって言ってるやつって、諦めたやつの論理なんだよ、俺からすると。才能のなかったり諦めたり言い訳をする人の論理なの、生活のためとかって。だから俺その人の価値観合わないの。本気でやったら絶対俺ですらできたんだよ。俺ですら配信で食えてんだから、世の中の人間できないはずがないんだよ。みんなの方が頭いいし、みんなの方が面白いんだから。
だから結局ね、好きなやつには勝てないんだよ。俺自分でそう思うもん。配信者でなんで生活できてんの？いや、好きなことやってるだけなんだけど。好きなこと続けたら何でもできるっしょ。だから俺実験したの、子供の頃。子供っていうか若い頃、22ぐらいの頃。あれってもしかして、俺も食っていくためにはやりたくないことやんなきゃって思い込んでたけど、これ本当かなって。やりたいことやって食ってる人って世の中にいっぱいいるじゃんって。俺にもできんじゃねえかと思って、実際にできてるからね。実際できてるから。だから、なんつうの？もう結果出してるじゃん。だから分かんないんだよね、そのやりたくないことをやらなきゃいけない論理っていうか、それが分からない、うん、結構会社うまくいってる人とかも仕事やりたくない案件とか普通に断るよ。他でやってくださいって、うん、ノーマポー受給してるよ、うん、でも別に今、なんで別にそれ整合性全然合わなくない？俺が言ってること正しくない？食えてんだから、実際。生活保護だった人間がやりたいことで食えてるんだよ。そっちの方がハードル高いでしょ。生活保護ぐらい底辺の人間でもそれできるんだから誰でもできるってことだ。違う？だから、生活、生ポー受給してなかったのが反論じゃなくて、俺からすると逆に俺の言ってることが正しいことになるんだよ。うん。ねえ、興味ないことはやめ、ねえ、断ればいいんだよ。俺は別に芸術家を名乗ってないからね。今はしてないよ、受給。もうとっくにしてない。別に頭いいなんて言ってないよ。頭いいふりしちゃってよく言うけどさ、俺頭いいなんて言ってなくない？俺バカだよ。勝手に頭がいいってあなたがレッテル貼ってるだけじゃん。アイテムありがとう、アイテムありがとうね、けんだんめ。俺頭いいふりなんかしてねえよ。だからにじみ出ちゃうんだって、俺の知性が。だからなんつうの、頭いいふりなんかしてるよ俺。してなくない？別に漢字読めないし英語も喋れないし台形の面積とか求めらんないし、分かんないよ全然。みんなが分かってること何一つ分かってないよ。いや、わかんないけど、よく言われんだよね。頭がいいふりしてるとか。あ、ケンタペン、ありがとう。バーガー、ありがとう。よく言われんだけどね。俺ね、別に、むしろね、頭の悪さにはコンプレックス持ってるぐらいなんだよな。頭は良くないと思ってるから、自分自身で。なんでそれ言うんだろうっていうのがよくわかんないんだよね。滑舌悪いよ。今日売り上げ悪いな。やばいな。花火さんと揉めたの？揉めたどころか連絡取り合ってない。花火さんと揉めたって なんかまみに連絡取り合うらしいんだよ、普通の人は、配信者は。俺ね、花火さんと連絡取らないね。だから揉めたも何もない、
いや、わかんないけど、他人のことは。ただなんか勝手にレッテル貼られるのはすごい気分悪いよね。俺自分で頭いいと思ってないから。まあバカを見ると腹が立つのはあるけど、もう、ま、一切連絡取ってないよ。だから花火はみんなの気分だって。だからね、勝手にその人の主観を勝手に事実みたいに植え付けられるのがすごく嫌なんだよね。それあなたの感想でしょみたいな、なんかよく偉そうに喋ってるとか言われるんだけど、別に偉そうに喋ってるつもりもないし俺のことを下から見るから俺が上から目線に聞こえるだけでしょって。フラットに見ろよって、俺のことって。なんで下から俺のこと見るんだよって。コンプレックス感じる必要なんかないんだけどね。ドレさんは1週間休むって言ってたから、どれくらいかな、もう3日ぐらい経つ。ドレさん、話すことはなくなんないね。思ったこと、脳の中で勝手に回ってる思考をさ、あの言葉に変えてるだけだから。ドレさんいつ復帰だろうね。ドレ、あれ、ドレさんのツイッターどこだ。あ、ドレの、ドレさんは1週間休むって言ってたのね。あれツイッター、これか。1日から休んでるから、あ、7日から復活じゃないの。7日か8日か分かんないけど、まあまあちょっと分かんないけど、まあこの枠にいいんじゃないの今も。ロムって見てんじゃないの、どっかしら。あ、今予算とかやってからそっち見てんじゃないの。なんか格闘技にちょっと集中するって言ってたよ。金梅さんか今見てんの。なんかどっかしらロムって見てるでしょ。ニコ生で歩みでベロベロになってた若い髪長かった男性なんだっけ、配信者。え、あー、はいはい、なんだっけ、あのイケメンのでしょ、なんだっけ、ピアスとかついてるでしょ、なんだっけ名前、それがどうしたの、名前出てこねえな、なんだっけ、なんだっけ、
恵比寿で働いてるね、バーテンダーやってるね、名前出てこないけど、わかるよ。それがどうしたの？配信者って食ってるのは結構だけど、社会人としての可能性は失い続けてるから、もともと失うものを持たない人間がやる分には良いんだろうけど、うん、何が言いたいのか全然わかんない。感想？あなたの。恵比寿で飲んでて、いた？イケメンでしょ？あの子もともとプロドラマーなんだよ。ドラムめちゃめちゃうまいんだよ。自分でお店出したいって言ってね、頑張ってる。恵比寿のどこで働いてるの？なんか地下のお店で飲んでる、飲み屋でやってるはずなんだよね。一回行ったことあるけど。多分恵比寿の、恵比寿でね、バーテンやってるはずね、今でも。最近行ってないな。もう2年ぐらい絡みないね。なんだっけ、名前。名前出てこないな。ああ、いや、働いてるでしょ。うん、多分ね、俺も絡みないから分かんないけど。あ、何吉だっけな。うん、そうそうそう。うん、なんだっけ、それでも出てこないな。うん、そう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 。そう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 。声かけてみればよかったのに。あれ、和道さんのところに飲んでなかったって、歩みで飲んでなかったって言えばよかったのに。ね、すれ違ったの？それとも店の店員だったの？今度話しかけてみればいいじゃん。生主だったよねとか、あの和道さんわかるって。いや、だれる方が当たり前だと思うよ。だって構成作家とかさ、だってテレビって大体50人ぐらいかけて作るんだよ。あのスタッフとか照明カメラマン、カメラのスイッチャー、編集、トークの組み立てとか、タレントとか全部自分でやるんだもん。それは面白くなるわけないじゃん、テレビと比べて。人の手がかかってる方がやっぱ面白いよ。うん、ただ俺らが強いのはアドリブっていうかさ、あの、普通の人よりも、なんつうの、即興芸に特化してやってるから、アドリブは芸能人より強いと思うよ。ああ、そうだったんだ。なるほどね。もういくつになったんだろうな。なんだっけ、何吉だっけ、なんだっけ、名前出てこねえな。最初は波があるからね。持ち吉じゃないな。もがついたような気がすんな。なんだっけ。ピョン吉？チョン吉？いや、チョン吉じゃないね。チョン吉じゃない。なんだっけ名前。ピョン吉。
スネ吉違うね。ちょ、 LINE 見てみようか。吉で調べてみようか。 LINE 入ってないと思うんだよな、この LINE には。ニコ生の時爆発しちゃってるから。写真は持ってるけどね。電吉、いやー入ってないな今。ピョン吉、いや、何どうしたってどういうこと？ありがとうケンタメ。いや黙ってるからっつうか、いや話題がない時黙ってるよ俺。大体黙ってる黙ってる。結構まったりやってるよ昔から。最近調子悪いんだよ体の。体のっつうか配信の調子も波があってさ。これはね、配信者やってみないと分かんないと思うんだけど、昨日なんか特にひどかったかな。スランプじゃないんだけどね。うん、いやそのお客さんとのその噛み合い方、よくさ芸人がさ舞台とか出るときに今日の客層どうだって言うでしょ。あれと一緒でね
あの、噛み合う時と噛み合わない時とかあるんだよ。あと、芸人が調子悪い時と、全く同じネタとかさ、全く同じトークでも、噛み合う時と噛み合わない時とかってあるんだよ。まあ、ジム行ってないからっていうのもあるかもしれないけど。のんたん寝たかな？うん、のんちゃん寝たね。こればっかりはね、コントロールしようがないからね。本当はね、コントロールしないといけないんだけど、それも疲れるんだよ、また。結構今、その、波に乗れるかどうかっていうのは、あの、しっかりやってるかな。流れを見極めるっていうか。はい、和骨、夏日さんいらっしゃい。先月はすごかったね。先月楽しかったね。そうそう、季節の変わり目、季節はあんま関係ないと思うんだけど、波っていうか、なんていうのかな、いや、だから普通にお客さんと噛み合ってるかっていうのあるんだよ。疲れてるんだよね。今日も12時間ぐらい寝てたし、昨日が特にひどくて、昨日っていうか今日の夜中にやったやつとか、あー、やばいなと思って。うん、あるんだよね、そのリスナーさんと噛み合うかどうかって。沸かせられるかどうか、いや、そういうことじゃなくて、昔はこっち側が面白いことやったらってあったの、向こう側がどうなるって。要は俺がみんなをどうするかって考えてたんだけど、ある時からね、3年目ぐらいからそうじゃないっていうことに気づいて、向こう側、要はお客さん側の心情とか客層って俺は分かんないわけじゃん。そこの波とか波形とかを俺はサーフするんだっていう感覚に変わったんだよね。そう、だからそのこっち側から地球とかでかいものっていうのはコントロールできないわけだ。わかる？要はサーファーがどんだけ頑張ってもいい波っていうのはないわけよ。そうじゃなくて、波が立つポイントとか天候とか読むことはできるけど、それを噛み合うかどうかっていうのかな、乗っかるっていうのかな、そういうのはだいぶ意識で変わっていったかもしれないね、配信で。要はその動かせる部分と動かせない部分があるっていうか。わかんない人には何言ってもわかんないよ。まあいいのよ。いい時もあれば悪い時もあるから。盛り上げるのはちょっと違うかな。盛り上げるとはちょっと違う。要はね、盛り上がってのもレスポンスがなかったりするから、その俺が意識してるのは短距離を駆け抜ける感覚じゃなくて、マラソンでゆっくりそのいいタイムが出せるかどうかっていう。あ、遊び心は大事だね。こんばんは、鳥になりたいさんいらっしゃい。知らない、俺は満足度、客の満足度なんか知ったこっちゃないよ。ネックレス変わってないよ。いや、伊達じゃない、もうこれぼやぼやで見えないね。これくらい、モニターここに近づいてやっと見えるぐらいかな。だから近くにいる、メガネ外してる時こうやってやってるでしょ。もう これくらいの距離じゃないと分かんないね、モニター。
疲れてるっていうかね、なんか体調が悪いんだと思う。多分ノロのね、まだ今日も起きた時クマが抜けてないってのんちゃんに言われて、俺一人だよ、二人じゃないよ、一人だよ。花粉症なんか目がムズムズするんだよね。おやすみ。ヘッドホンは肩は凝らないね。安田？安田？そうかな。体はでかくなってると思うけど。子供の頃から強いね、フリース、スムースフリクション。キツネでもやってみる？じゃあ。これいいよね。キツネ枠楽しかった。あ、そう。はい、こんばんは、ヤノラッキー。キツネ、スムースフリクションいい曲だよね。このメロディーはちょっと歌いづらいかな、この BGM は歌に乗せづらいね。てんてんてんってメロディー入ってんだ。
パフェありがとう。パフェありがとう。はい、また来てね。ギターはまずやめてって何？ギター嫌い？ありがとう。お味噌醤了解。
感じで起きちゃったね。ボーイ？ボーイ？多い。氷室ないな。ちょっと待ってね。氷室あった。世代じゃないからわかんねえな。ねえな、分かる曲はねえな。しまったな。ボーイ。ハヒフヘホ。ボーイあった。作り閉めるのはやね、これ何軽い始まりだけど、割と長くなったし、お体だけはどうぞ大事に。そんで終わりは当たり前のように来るのだし、わかんねえな。仕方探した旅さらばけばかし、わかんない。クラウディーハートいい曲だよね。オーネスラブ傷つけてばかりだったけど、小さい頃は神様がいて、不思議に夢を あの人の間に合うために、今一人列車に乗ったの。黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越して、あの人はもう気づく頃よ、バスルームにルージュの伝言、浮気な恋を早く諦めない限り、うちには帰らない。不安な気持ちを残したまま、街はディンドンと遠ざかってゆくわ。明日の朝、ママから電話で
叱ってもらうわ毎回。あの人は慌ててる頃よ、バスルームにルージュの伝言、手当たり次第友達に尋ねるかしら、私の行く先を。不安な気持ちを残したまま、街はディンドン遠ざかってゆくわ。明日の朝ママから電話で叱ってもらうわ my darling。 このままどこか遠く連れてってくれないか。君は、君こそは日曜日よりの使者。例えば世界中が土砂降りの雨だろうと、ゲラゲラ笑える日曜日よりの使者。シャラララシャラララ分かんねえな。昨日の夜に飲んだグラスに飛び込んで浮き輪を浮かべた日曜日よりの使者。適当な嘘をついてその場を切り抜けて、誰一人傷つけない日曜日よりの使者。流れ星がたどり着いたのは、悲しみが沈む西の空。そして東から昇ってくるものを迎えに行くんだろう、日曜日よりの使者。このままどこか遠く連れてってくれないか。君は、君こそは日曜日よりの使者。例えばこの街が僕を欲しがっても今すぐ出かけよう、日曜日よりの使者。枯れ星がたどり着いたのは、悲しみが沈む西の空。これはね、ごっつええ感じの曲っていうかね、河本ひろとか松本人志のことを歌った歌なんだよね。だから日曜日よりの使者って誰のことって、これまっちゃんのことなんだよね。
暗勝ちそわいんで不回転のスクリューはグースライダーでスパー弾む灰ばっかりの恋を見ている今度こそ手に入れたいこぼれそうな夜が冷めてくイミテーションのダイヤで嘘ばかりの恋がしたいわ恋人がさらわれて悪魔の城から助け出そう抱きしめて手に入れたいきらめく星のアイテムを黄金色の旅人が待ってる物語へ急ごう太陽が目覚めたらあの海へ行こう寄り添って雪解けを泳ぐクジラみたいなまだ誰も知らないあの空の果てはきっと眩しすぎるガラスの扉ドルフィンキックでしびれてみたいなガツンとみかんさんいらっしゃいある色の汽車に乗って海に連れて行ってよタバコの匂いのシャツにそっと寄り添うからなぜ知り合った日から半年過ぎてもあなたって手も握らない I will follow you I will follow you あなたに会いて行きたい I will follow you ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから心の岸辺に咲いた赤いスイートピー
君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるの封じて、最高の思い出を。出会いはふとした瞬間、帰り道の交差点で声をかけてくれたね。一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら、本当はとってもとっても嬉しかったよ。ああ、花火が夜空綺麗に咲いて、ちょっと切なく。ああ、時間時間とともに流れる。嬉しくて楽しくて冒険もいろいろしたね。二人の秘密の基地の中、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるの信じて、君が最後まで心からありがとう叫んでたこと知ってたよ。涙をこらえて笑顔ってさよならないよね。最高の思い出を。ああ夏休みもあと少しで終わっちゃうから、ああ太陽と月仲良くして、悲しくて寂しくて喧嘩もいろいろしたね。二人の秘密の基地の中、君が最後まで心からありがとう叫んでたこと知ってたよ。涙をこらえて笑顔ってさよなら切ないよね。最高の思い出を。君と夏の終わり、君と夏の終わり、ずっと話して夕日を見てて、見てから星眺め、君の頬な、わかんないな。これごっつええ感じの歌じゃなくない？ああ行くんだ、そのか、その顔をあげて、新しい風に、古い夢は置いてゆくかい、旅始まるドラマのために、あの人はもう思い出だけど、
君を遠くで見つめてる Galaxy SS39 Take you for a journey You'll never end in journey Journey to the stars おじいさんの時計百年いつも動いていたご自慢の時計さおじいさんの生まれた朝に買ってきた時計さ今はもう動かないその時計九年休まずにチクタクチクタクおじさんと一緒にチクタクチクタク今はもう動かないその時計知ってる古時計おじいさんの時計綺麗な花嫁やってきたその日も動いてた嬉しいことも悲しいこともみんな知ってる時計さ今はもう動かないその時計嬉しいことも悲しいこともみんな知ってる時計さ今はもう動かないその時計真夜中にベルが鳴ったおじいさんの時計お別れの時が来たのをみんなに教えたのさ天国へ昇るおじいさん時計ともお別れ今はもう動かないその時計百年休まずにチクタクチクタクじいさんと一緒にチクタクチクタク今はもう動かないその時計今はもう動かないその時計
私の願い事が叶うならば翼が欲しい、この背中に鳥のように白い翼つけてください。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。今富とか名誉ならばいらないけど翼が欲しい。子供の時夢見たこと今も同じ夢に見ている。この空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。ある日パパと二人で語り合ったさ。この世に生きる喜びそして悲しみのことを。クリンクリン青空には小鳥が歌い、クリンクリン丘の上になら涙緑が燃える。その時パパが言ったさ、僕を胸に抱き、辛く悲しい時にもラララ泣くんじゃないと。グリーングリーン青空にはそよ風吹いて、グリーングリーン丘の上にラララ緑が揺れる。ある朝僕は目覚めて、そして知ったさ、この世に辛い悲しいことがあるってことを。グリーングリーン青空には雲が走り、グリーングリーン丘の上にラララ緑が騒ぐ。あの時パパと約束したことを守った。拳を固め胸を張りラララ僕は立っていた。グリーングリーンまぶたには涙が溢れ、グリーングリーン丘の上にラララ緑も濡れる。その朝パパは出かけた遠い旅路へ、二度と帰ってこないとラララ僕にもわかった。グリーングリーン青空には虹がかかり、グリーングリーン丘の上にラララ緑が映える。やがて月日が過ぎゆき僕は知るだろう、パパの言ってた言葉のラララ本当の意味を。
グリーングリーン青空には太陽はない、グリーングリーン丘の上にララララ緑が鮮やか、いつか僕も子供と語り合うだろう、この世に生きる喜びそして悲しみのことを、グリーングリーン青空にはかすみたなびき、グリーングリーン丘の上にラララ緑が広がる、グリーングリーン青空にはかすみたなびき、グリーングリーン丘の上にラララ緑が広がる、緑が広がる、緑が広がる、緑が広がる。力がその手にあるうちは笑わせてて、いつもいつも歌ってて欲しいよ、きっとこの恋は口に出すこともなく伝わることもなく叶うこともなくて終わることもないでしょう、ただ小さい小さい光になって、あたしのこの胸の温度は下がらないでしょう。欲を言えばキリがないので、望みは言わないけれど、きっと今の私にはあなた以上はいないでしょう。生きてゆく力がその手にあるうちは笑わせてて、いつもいつもそばにいてほしいよ。あれ枠終わったの。今日はどうだった？
いやなんかね、調子悪いんだよね、昨日から。全然手応えなくてさ。手応え皆無だよ。いや5発ね、さっきはずともさんにいただいたんだけど、調子悪いね。他の人から全然いただけないっすね。なんか調子いいみたいじゃん、卵味噌。なんか爆投げされてるって聞いたよ。マンスリーいい感じになるんじゃないの、これから。カフェありがとう、動物さん。一発屋、一発屋っつうか、まあ面白いと思うけどね。まあどれだけ本気で配信やってるかなんじゃないの。卵味噌伸びそうだよね、なんかね。どうだろうね。俺はなんか稼ぎがどうとかじゃなくてさ、その日のメンタルで手応えのある枠っていうのができないと、やっぱそのスランプに入ってくっていうのが分かってるから、キャリアが長くなるとね、分かるんだよ。これまずいなとか、あ、今乗ってるなとか、ちょっと最近噛み合ってないな。ちょっと最近噛み合ってないな。新しい風吹かせないとな。おかえり、クララさん。配信って奥が深いんだよ。すぐ飽きられるんだよ。だから難しいんだよね、本当に。だからね、本当他人と比べてやるんじゃなくてね、自分でこう、突き詰めていかないと先がないんだよね。どう向き合うかなんだよ。いや、ほんと怖いよ。2年目、3年目でやめとけよかったっていうのはあるよ。もう、ふってね、振り返るとね、あ、もう元に戻れねえぞっていう。まだ戻れるよ、卵味噌は。いや、卵味噌はね、正直ね、ボーナスもらってるだけだから、まあ、キャラクターもいいし、才能もあると思うけど、それでダメになってた配信者、まだまだいっぱい見てきたから、俺。1ヶ月もしてごらん。石野なんかもっとすごかったよ。石野とか柏木とか。才能、俺がね、だから3人目だね。柏木、石野、卵味噌だね。だけど、石野と柏木どうなったかっつったら潰れたでしょ。戻れないっていうか、もう普通の社会には戻れないっていうのあるよ。自分の中で。それはね、重みなんだよね、配信に対する。もう5年目入ったら無理だよ。あと、知名度ね。おお、石野久しぶり。どう？元気？どう？なんか旅に出るんだろ？ケジェルいらっしゃい。卵味噌はまあやめるんだったら今のうちだよ、本当に。
玉子ミサはね、正直、まあまあ才能はあると思うけど、どうだろう、俺はあんまりおすすめしないけどね、この世界は。半端に過疎だったらいいんだけど、今ぐらいだったらいいけど、やめるんだったら今だよ。ある程度閲覧が来るとね、もう無理よ。これはね、中堅以上になってみないと分かんない苦しさがあるんだよ。まあまあいいんじゃない、卵味噌がそれでいいって言うんだったらいいと思うよ。はい、こんばんは、解放。本人がそれでいいならいいけど、この世界は本当に、なんだろう、大変な世界だよ。いや、本当に本当に半端な気持ちでやって、才能がある分ね、才能だけじゃどうしようもないっていう。そう、リスナーなんかすぐ手のひら返すから、リスナーなんかすぐ手のひら返す。まあ今はいいんだよ、今もういい思いしかないから。今の時期は、これからだよ、苦しむのは。まあ、その時になって初めて、あれじゃない？その時になって初めて俺が言ってた意味がわかる。ドレさんとはそれが会話でできるようになったからね。俺も鮫島さんとね、鮫島さんが言ってる本当の意味とか理解できるまで時間かかったもん。うなちゃんマンが言ってる言葉の意味とか。やっぱスーパースターで居続けるのは大変だよな。
57位か、厳しいな。調子今日昨日今日ちょっと悪いね。先月すげえ絶好調だったけどね。どうなのそっちは。ちょっと調子悪かったね俺は。そうだろうね。俺も石野のことを見ながらこうはなりたくないって常々思ってるよお前みたいには絶対ならないっていう風に常に常に君のことを見ながらこうなったらダメだ頑張らなきゃ石野にだけなるもんかって思って君のこと見てる。わかるよこんな人間にだけはなりたくない、うん、ああそうなんだ。ずっと最悪だもんね生まれてきてからね。ずっと最悪だもんね。あそうか、今日も最悪なんだ。旅行くんじゃないの、旅行くんじゃないの。なんか弟と約束したみたいな、何あの茶番俺は今回は逃げないみたいな、あれ何だったの。旅行きなよ、旅、自分探しの旅。こんばんは。いや気をつけてることとかないよ別に、ないよ。ない。てか気にしたら負け。自由にやるのが一番強い。何にも気にする必要ないでしょ。開いても俺が、じゃあアドバイスするんなら、便所の落書きに一喜一憂する人間なんていないじゃん。だろ？だから便所の落書きに怒るやついないでしょ。全部便所の落書きなの。全部便所の落書き。風船ありがとう。だから、便所の落書きだっていう前提で見た方がいいよ。すべてのコメント。俺それでだいぶ楽になったかな。いや本当に。でもお前がやってるのってゴキブリに対してゴキブリに怒ったりするわけじゃん。そうじゃなくてほったらかすのが一番いいと思うよ。もう止めることはできないし、世の中を変えることって不可能だから。だから自分が変わるしかないんだよ。俺先月それだいぶ意識しててだいぶ楽になったよ。
だからなんつうの、そのコメントを返す必要すらないというか、全部スルーしてるかな、うん、でコメントを拾わなきゃいけないって思い込んでたの俺だから、全部フルシカトだよ、うん、拾いたいコメントだけ、人間のコメントだけ読むっていう、人間以外のコメント読まない、バカありがとう。そうだって世の中からゴミとかゴキブリをなくすっていうのは不可能でしょ。だからもう自分が賢くなるしかないよ、うん、要はその対人間でやるっていう感覚を超えていかないと。よくさ、あの舞台に上がるときにさ、舞台俳優とかじゃがいもだと思って話せとかよく言うじゃん。あれは正しいんだよ。舞台に上がってカメラが回ってる以上、相手がじゃがいもとかゴキブリとか便所の落書きだっていう風にやらないと失礼の。じゃないと、あの表現なんてできないよ。言いたいこと言ってるのが一番いいと思うけどね。だって会ったこともないやつにさ、とやかく言われたって何にも気にする必要なくね。会ったことねえんだもん。会うこともないんだよお前のこと悪く言うやつ、あ、助けてくれないでしょ。助けてくれっか、助けてくんねえだろ。分かってんだもん。助けてくれるやつだけ、助けに来てくれたやつだけ大事にすればいいんだよ。うん。お前に文句言ってるやつは誰一人助けてくれないやつだよ。うん。相手にする必要ないよ。助けに来たやつだけを大事にするの。助けに来ないやつは何言っても来ないから。相手にするだけ無駄だよ。だから距離測りな、リスナーと。お前俺と話す資格ないよって、うん、アイテム投げないやつに 何言ったってアイテム投げないでしょ。投げてくれる人は黙って投げてくれるから、その人だけ大事にしな。配信者ならね、俺は配信者がさ全員のリスナーアイスなんて不可能だと思ってるもんだろ。うん。だから向こうも向こうで自由に書いていいんだよ。だけどこっちもこっちで自由に喋っていいんだよ。だから無視して喋り続けんだよ。無視だよ無視。相手にする必要ない。別にどんだけ金持ってようが、どんだけ人格者だろうが、自分のこと助けてくれなかったらゴミと一緒なんだからさだろ。そんなやつにとやかく言わせとけばいいんだよ、そんなの。
石野が力つけたら勝手に人が集まってきて、まあ、数が多ければ助けてくれる人もいるだろう、うん、ゴミしかいないんだったらもっと頑張るしかないんじゃないの。死んじゃえばもう、うん、もう死んじゃいなよ、うん、生きてる価値ないんだから俺もわかるよ生きてるか、うん、死んじゃえばいい、うん、死ぬ今から、うん、死ぬ言っとく、ドカンと言っとく、壮大に水たまりで、水たまりの水でさ窒息死しようよそれかニュースになるよ。水たまりの水で溺れて死のうぜ。何金ないの、金ないの。まあ働いてねえもんな、金あるわけないもんな手癖悪いな、ほんとほんとに泥棒だよね、ほんとに泥棒だよ、泥棒。金ないし、電話しようぜ、電話かけるから出ろ、電話しようぜ、出て、電話出て、あ、切りやがった。出ろよ、出ろ、出ろよ、何、出ろよ、出ろ。あ、逃げやがった、あいつ。こき、泥棒のくせに。泥棒のくせに出なかった、俺のトツ。泥棒のくせに？泥棒の分際で俺のトツ出れないの？ねえ。泥棒なのに。泥棒にも都合があるってか。ずうずうしいな。泥棒のくせに。泥棒だろ？出ろよ。しょうもないね、本当に。谷さん寝てる？知らねえよ、そんなババア。知らねえよ。お前の命と谷さんの睡眠、どっちが大事なんだよ。お前今死にてんだろ？お前今死にてんだろ？なあ。人間の一人の命と谷さんの睡眠、どっちが大事なんだよ。考えろよ。一人の人間が今死ぬかもしれねえんだよ。一人の人間が。一人の人生が終わろうとしてる時に、そんな一大事に、睡眠がとかじゃねえだろ。変わったな、本当に。変わっちまったよ、本当。知らねえよ。寝なくたって死にやしねえよ。電話ぐらい出れるだろう。退屈だな。暇だ暇。暇だな。
なんか楽しいことねえかな。おい、若津アーミン。風船ありがとう。どう調子は。風船ありがとう。仕事でクタクタだ、疲れた。おかえり。おい、米付きバットさんいらっしゃい、お疲れ。明日休みだけど病院行ったりで朝から動くのゆっくりできなさそう。マジか。毎日がゆっくりもつらいぞ。毎日やることないのもつらいぞ。暇だな。ボクシングのトレーニングでもやろうかな。いや、野良犬でしょ、どうせ生まれても。どうせ生まれても野良犬とかなんか野犬とかでしょ多分。一種のカルマだと。どの犬もあれだよ、ご飯食べさせてもらえると思うのよ。うん、野犬だよ野犬。病院のだるさは分かるな。病院負のオーラが半端ないよね。病院長いよね。やべえな、マジで退屈だな。全然面白くねえ。なんかやんないとな。あ、そうなんだ。あ、カトランはコツ。反社会的な気持ちになってきたじゃなくて、お前おにぎり盗んでる時点で反社会的じゃん。
俺出会った頃からお前反社会的だったけど。そうそう、捨て頃に向けてね、ランニングしないと。あ、そうなんだ、持病があるんだ。そっかそっか。まあそれは生きていくためにね、仕方ないよな。だるいっつってもね、心臓止まっちゃったら死んじゃうからね。次枠行くわ。キツネ枠にするわ。お疲れ。12時からやります。